100% 貫通します。まあ、それを結構でも猶予時間割かしあるんで、攻撃を貫通させたら相手が絶対に刺さるだろうってところは意図的に貫通させることもできる。もちろんリスクもあるけど、貫通するっていうことはこっちに莫大に火力来るってことなんで、ほい。俺結構連で体勢がいい時にやったりします。まあ、こんな感じで、まあ、マージン入ってて、まあ、これ今3ラインってなってるけど、これでま、12ライン分の火力を送れたりするときに、相手からエフェクト来た瞬間にこれで送って貫通させて、で、冷静に俺盤石に操作当ててみたいな。そういう立ち回りマジで強いんで。結構ね、反射神経が求められるけど、勝率これがね、できると結構上がったりすると思うんで。相手もすげえ嫌だから、意図的な貫通を狙いたい人は、今のを参考にしてください。ほいほいほい。ほいほいほい。あんまり無理しない方がいい、ぶっちゃけ。明らかに自分を辛くなるから。ピン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 。ほい。ほい。ほい。ほら。ほら。で、これ、とどめと分けながら行こう。解説見や。解説も怠らずにやっています。ほい。ほい。何時までするかちょっと決めてないっすよね。どうしようかな、今25分か。ほら。ほいほいほい、ほいほいほい、ほい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 。で、あの人タゲゲーしてるけど、3人分足んねえな。やめとこう。タゲゲーしてる人だけ外して4人分。面白いです。ありがとうございます。結構俺の気分次第の多いからね。神は睡眠できるだけ休憩取ってください。一応まあ睡眠はこれ、配信する前に寝たんで、まあ大丈夫かな。ほう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 。で、おいおい、今来たのにもう終わる。いや、終わりません。終わりません。気分してないね。全然終わりませんね。ほい。安心してください。まだまだ続きます。とりあえず、まあ、連を組んでと。あの人、タギゲー連してるけど。あっち結構あんのか。ほら。ほら。ほう。ほう。配信する前に、ね、結構仮眠すること最近多いんだよね。寝だめ。寝だめはね、実際まあ効果あるかどうかわかんないけど、まあ気分的に、やっぱり効果、気持ち的には効果は絶対にあると思うんだよ。ほい。ほい。ほら。ほい。ほい。ルール意味わかんないけど、見ちゃう。ありがとうございます。まあ、これはまあ簡単に言えば、99人の中に最後に1人、最後の1人に残れば勝ちのゲームです。生き残りを目指したゲームだ。ほら。極論、すげえ極端に言えば、誰一人も倒さなかったとしても、最後に生き残れば勝ちっすね。まあ、ゼロ強でテトワン取るの超むずいけど、特にビップ部屋だったね。ほら、ほら。で、とりあえず 25% 稼ぎました。ほい、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 ほい。バチがちょっと手に入ってないね。まあ25、そうだな、ちょっと若干乏しい感じはあるな。今ターゲット左下になってる人が 50% 溜まってるんで、あの人注目しとこう。ハゲゲもしてるっぽいんで、外した方がいいかな。3人分、4人分。ほい。1人減った。あ、これ外しとこう。おい、おい、この目だな。ほら。連勝はね、今日13まで行きました。相当行ったと思う、あれ。ほら。結構自力で闇ゲーを回避したと思うな。ほい、ほい、ほい、ほい。こっち。で、こうして、こうして、こうして、こう。寝不足注意してくださいと。
お化けさん、240パーチャーですね。ありがとうございます。結構ね、まあでも体調管理はしっかりしてるつもりなんで、てかまあしっかりしてるんで、そこら辺にはね、気使ってるから、多分大丈夫です。おっと、ミスったけど、まあ、一応、掘れるな。一応掘れます。外しとこう。これ、J 立てで。J 立てルート。ほら。で、とどめだな。ランダムちょっともったいない。ほい、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 ほい。ほう、ほう、ほう。ほい。ほい、ほい、ほい。で、ここでこうして、これでいこう。歯切れしてんのか。ランダム警察もないな。俺がもうスキル使うの完璧になっちゃったからね。当時は増えてたけど。ほい、ほい。目が追いつきませんと。タカさんも、240パーセントですね。ありがとうございます。まあ、そんな方には、YouTube のね、再生速度を遅くする機能をお勧めします。なんだかんだね、その機能を使ってね、参考にしてるっていう人もいるんで、割と真面目にいいと思う。ありがとうございます。穴バラまあ、ちょいちょいマシマシだけど、どうだ、これ。25% ちょっと辛いな。もうちょい欲しいわ。ほら。ほい。ほい。ほうほうほう。あの人ご両親持ってんのか。ちょっと早いな。左下の人。ほう。ほう。これ、社畜だな。で、50% ないとないです。ひとまず 50%。ただ75% がいるから。ちょっと不利だね。ほい、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 ほい。読めねえ。いつも棚の席に突入するから視聴者も寝不足ですねと。合ってるかな、違うかな。再びのスパチャありがとうございます。実質感じテストみたいな感じあるかこれ。ほい。あの人タゲゲしてる。ほら、ちょっと受けると怖いなこれ。ほい。超ギリギリ受けられたと思うけど。ほい。ほい。ほい。あら、ほら。ほい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 。牛のコクか。むず、絶対わかんねえわ。100% わかんねえ。漢字むずすぎなんだよな。とりあえずカウンターでご両親まで手に入れたいけど。まだ 50% か。まだ 50% のしかも前半なんだよな。結構バッチ多めの人倒さないとこれは、はまれなそうではある。で、左上、だいぶタギリしてる。ほい。ほい。左上のバッチ 50% があれタギゲー、そう、その人じゃない、その上の人だ。いや、その人か。ちょっとあの人タギゲーしてるからやめときたいんだよな、できれば。ほら、刺さるか。間違いでワンチャン刺さんない、下の人。この人が刺されば、多分人権いく。できれば一発のでかい火力で倒したい。ほい。もう少しだけどな、届かないかな、あれ。うん、耐えられたか。なんか。50辛いなぁ。ちょっと50は辛い。9分経過、マージも入ってないとはいえ50が辛い。ほい、ほい。ほう、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 ほう。ほら。ここ高くしかないと超えねえかな、あの、エスミの。とどめしかな。
耐えたか、あの人耐えて鍵ゲーする。こうだな。でこうしてもう一回外しとこう。1ライン受ける、2ライン受ける。あー受けたかったな。鍵来ちゃったのか。いやー誰狙ってもこれ折れるバッチ多いからだいぶ不利、きつい。さあ相当不利だな。ほい倒せ。その右の人誘いそうだね。ナイスナイスナイス。今のね神展開、神判断で、あの人タギギする。ただな75だから。待って、タギギされてやばいやばいやばい。いやータギギしてるって。ちょっと待って、この人これもうタギギした人が勝つゲームな感じになってるからな。これは厳しいか。耐えるルートない気がするな。あるかこれ。ちょっと待てよ、探索して。こうでしょ。一受けるとして、これ3は受けれない。これ1受ける。これでこうで、こうで、その1も受けよう。これ1受けて、よしよし。ハイのルート見抜いた。で、ここで展開取れ。一気にここで展開取れば勝てる。ほら。よっしゃー、立ち回り神。よし。最強究極完璧の立ち回りだったわ。よっしゃ、なんとか堀のルート見て立ち回りで、あーマウント取れたのがでかすぎた。よし。いやーこれはうますぎましたね。これは立ち回りですよ。よしよしよし、ワンって人。この人、さっきもいたからスナイプだったな。よし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 、なんとかゴリ押し成功していく。